はい、えー、堀江さん土井さん、今週もよろしくお願いします。早速、えー、今回のゲストをご紹介します。えー、防衛研究所主任研究官で、ロシア安全保障研究がご専門の山添博さんにお越しいただきました。本日よろしくお願いいたします。いますはい、あの防衛研究所というと、あのー、まあ馴染みのない方も結構多いと思うんですけど、具体的にどういう、えー、組織で。 えっとまあ我々研究者はですね、まあ、大学の教員と大体同じですあの大学院出てやってそれからあの大学にまた転職するという方もおられてまあ私も国際政治学会とか出ています一方であの防衛省の機関なんですね国立の研究所で、まあ、その自衛官やその事務官の方とまあ一緒に研究したり、まあ、発信したりとそういうのもやっています。まあ、ただあの我々やってることは公公開開情報ででの文献で やっているということで、あのまあとっても秘密の特別のっていうのを持っているわけではないですね。まあただあの国の研究機関ということで、外国の方からはまあ日本のこの外交安全保障に対する見解って何なのというので聞かれることも多くて、まあそういう意味ではちょっと交流の機会、対話の機会も多いんですね。まあそういうあのちょっと大学と変わった場所ですね。でこれ山添さん、これロシアに関するレポートですとか、まあ著書も数々あるんですけど、はい、率直に今回の状況をまずどう。 あの見てらっししゃるののかといいいうのをお伺いしたいんですこれまで見てきた延長戦で分かることもあるんですけどそれをはるかに超える非合理性があってこれはかなりショック分からんことの方が多いですね分からんことの方が多い、はい、うそれでもう毎晩寝てはこう,うなされて起きて、うん、やっぱりちょっと自分の考えたこれをアップデートしないとっていうのをう, <laughs>、はい、うなされて起きたこう夜中に思いついたセオリーがあってそれを。 あの昼間に検証してとかそういうことを毎日やんないといけないぐらいこうロシア感が変わるというあの防衛研究所に勤務されてどれぐらいなんですか、えー、2008年から14年になりました、まあ、中堅ですね中堅ですか、はい、も,うもっとキャリア長い人もいらっしゃる、はい、そうです そうです、ね、えっと,と大学院ではいえー、っと国際関係史と、うん、まあロンドンではロシア政治をや、えー、勉強しましたので。<ー>はい、ということはロシア語も結構はい「ダ・ガバリュー・パルースキー」ですねスパシーバーぐらいしか分かんないスリムでバ <laughs> <laughs> チュルス <laughs>、えー、なるほどなるほど。 なんかそのロシアと日本の関係とかでいうと、うん、例えばなんかね最近佐藤勝さんとか鈴木も々おさんとかがなんか親ロシア寄りの発言をして叩かれたりとかしてますけど、うん、あの人たちはやっぱりそういう感じなんですか近い,んですかいちょっとあの私間接的にしかご評判を聞いてなくてあの実際にどういうことっていうのはちょっと追いつかなくて読んでないんですけれども。うん まあこれはあのいろんなロシアウォッチャーにとってショックでもうこの1週間2週間ですごいぶれてる人もやっぱりいるんですね私もまあだいぶぶれましたしものすすごいショックですこうプーチンがこんなにあの悪いことやるとかそういうのはまあ分かってそういうつもりでいろいろ私も書いてきたんですけどそれを上回る、まあ、ちょっとさっきやっと思ったのはあのプーチン政権プーチン大統領って。 これまではではすねあのロシアの敵外国を怖がらせるいくら悪いと思われてもいいから怖いと思わせる外国にそう思わせるっていうことをやってきたんです。うん、で今起こっていることは自分以外のロシア人も含めて全ての世界がプーチンだけを恐れて怖がる何やってるかわからないぐらいにしているあのロシアの将兵もなんでこのために俺たちは死んでいくのか全くわからないって。 それがすごい大きな飛躍ですね私のこう、うん、プーチン感ででもそのまあ一般的にというか見て、うん、典型的な独占的な独裁者への道を歩んでるのは確かじゃないですか例えば、うん、ロシアの大統領の任期ってそもそも何年でしたっけ最初4年で辞めて、はい、任期4年で2期まででしたっけ、はい でそれでえっと6年に延長されたので2012年に再当選した時には2018年まであって2期であれば2024年までとそれが普通だったんですけれどもこれが2020年の憲法修正でプーチンさんメドベージェフさんだけはもうゼロでいいよと。 でもその前一番最初の時って大統領を辞めて首相になってその時メドベージェフさんが大統領になってまたた戻ったじゃないですか、はいまあ、その時にだいぶここの人は独裁的になっていくんだなとまあ言われてたわけですね。それでまああの反対運動もロシア国内で広がってですねもうここでまあ権威主義リーダーとしてはまあ割と確立していたわけですよねみんなの見ることですね。はい、ただまあちょっとこれは ロシア人がついていけないリーダーに今なりつつあるんであの頃まではまだついていけてたとかなっという感じなんですけど、ね、はいだと思ってますあれって民主的な選挙で選ばれてるんですか大統領選ってまあある意味民主的ですねあの皆さんこう他に候補どんな人がいますかっていうとやっぱりいないので。 でこの人が率いてくれる方が一番いいんだというふうにはやっぱりこれは総意としてやっぱり成り立っていると思うんですねでそれ以外にこう伸びてきそうな候補は全部潰すというのをやっているのでその点ではまあ完全にまあ信頼できる民主制ではないです、ね、潰すっていうのは具体的にどうやって潰すんですかか、まあ、よくわらなないい罪を着せて、えー、と出馬させて出さとか <laughs>、はい まああのね独殺されかけたナバリンにという人がいますよねあの,あの人はまあなんか犯罪者となっているわけですね。僕昔あの聞いた話で言うと僕と同じ世代ぐらいのオリガールヒの人たちをドバイだかどっかに十人ぐらい連れてって、うん、この中で政治に興味あるやついるかって言われて一人だけユーコスっていう,うん、うん、あの石油会社の社長だけがニハイルホドルコフ氏ですね。 彼がだけが手を挙げて、はい、その後よくわからない罪を着せられて、はい、シベリアに10年以上抑留されてましたよね。ねシベリア抑留現代版っていうのは恐ろしいですよね。<laughs> <laughs> でも彼なんか恩赦されてたんですね。はい、えっ、ー、とだいぶ後で何かの取引であの恩赦っていうので、まあ外国に出て今まあちょっと目立たない。 目立たないということはないですけど、まあ反対活動もちょっとやっているわけですね。でも怖いですよね。なんかその外国にいてもスパイに毒殺されるんじゃないか、みたいなところはありますもんね。うんうん、まあ、謎の自殺をした人もいますので、うん、まあ本当に自殺かよっていうのもありますもんね。うんうん はいといとうことでこのロシア・ウクライナ情勢について、えー、本日は考えていいいきたいと思いますまずこの経過と地政学的な地図がこちらになるんですけれども2014年に親米政権があの樹立したところからあのクリミア半島併合等が始まるんですけれどもどういうところがこうターニングポイントになっていったんでしょうかね。 そうですね、まあ、そういうといろいろあるんですけれども、はい、まあやっぱり2014年のえっとクリミア併合とそのウクライナ東部ドンバスの紛争介入ですね、まあ、そこからはかなり予想を上回ったなと思ったんですけれども、まあ、それでもちょっとこの8年ですかね、えっと、理解してきたつもりですこういう論理で西側と戦うというで、えっと、その合理性を上回る非合理性を感じたのは今年の2月。 21日でえっと独立承認もうこれはもう取り消せない措置なのでそれ以前はそのまあ交渉しながらいろんな圧力かけてウクライナなりアメリカに何か飲ませようとしているんだと思ってたんですけどももうこれはもうそれでいろいろ研究所内でもあの同僚に話聞いたりしていると去年あたりもうおかしかったよねと。去年の えっと国家安全保障戦略というものにすごいこうよくわからない歴史観が書き込まれるようになっていてでその前には憲法にもそういう風なのが入っていましたし去年の夏にはウクライナとロシアは一体だから一緒になろうか独立は認めないとか、まあ、そういう趣旨のよくわからない論文ですね <laughs> 出してますし。 理解を上回る非合理性っていう感情的なものっていうのは去年一昨年ぐらいか兆候は見えたというな見えたですねはいこれはそのあれなんですかそのプーチンさんの個人的な思い、うん、は大きいと思いますね、うん、まあ彼はあのその 任期はまあ2024年以降もあり得るんですけれどもやはりそこでもう一度こう正当性を得て選挙に通りたいと、まあ、前の選挙でも7割の投票率7割の得票率とか、まあ、そういう,こうあの目標がないといけないというふうに言われてて、まあ、そのみんなに推退されるとそういうのをちゃんとやった上で、まあ、誰にも文句を言わせないリーダーにならないといけないと という時に年年から年ここに至るまで第三者的に見ればウクライナはどんどんんロシアから離れてていってるとーでプーチンの時代に、まあ、クリミア半島を取ったかもしれないけれどももっと大きなウクライナを失った20年の大統領というふうに歴史に残るかもしれないそういうふうに歴史に書かれるのは嫌だというふうにプーチン個人が 考えたとしてもおかしくはないと。そうするとすごい今やらないとという切迫感にかられたというふうに考えることができるかなと僕らからすれば